いや先輩今日は本当たらふくごちそうさまでした。とんでもない。いや楽しかったな、やっぱ先輩と飲むの。でもやっぱまだ飲み足んないから、はいはい、今日あんたんち行っちゃおうかな。何言ってんすか先輩急に。いやそう、ああ冗談冗談。ああすいませんね今日遅くまで、うん、大丈夫ですか電車大丈夫なんだけど、はい、ちょっと酔い今になって回ってきて、やっぱ家行っちゃおうかな。あいやいや、あの僕彼女いるんで。いや冗談今なし男の謝り方やめてもらっていいですか。ちょ怖くなっちゃう。ワンちゃんいけると思ったんだけど。あんまいないですよ女子が言うのそれ。えあそういえばさ、はい、斉藤くんに頼んでた、はい、あの書類ってもうまとまってる。明日までのやつですよね。うん、あもうまとめてあるんで明日ちゃんと提出できます。本当にさすが。いや先輩のご指導のもとですよ。何言ってんのよ。優しいから先輩。ダメだやっぱ我慢できない。はい先輩。おマジ何もしないか無理。あ、だからその女の子でそういうのは。いやマジなんも、え絶対面白いやけん。男みたいな言い訳するんだよな。え、ま、無理。そうっすね、僕ちょっと彼女いるんで。え、うち猫いるけど。ダッサ無理。はい、ね、え、猫好きでしょ。猫好きですけど無理。あんまそんなムラムラしてる女性見ちゃうと。チョコもらったんだけど。はい、美味しいチョコ。いや無理。でも無理。それ男の人でもあんまいないタイプの。なんか珍しい歯磨き粉もらったんだけど。もうなんかそれ引っかかんないですよ僕。無理。さすがに先輩そういう目で見れないというか。はい。あほう。なんか友達とかいないの。はい。友達とか。あフリーのってことですか。うん。あ一応いますけど。わかんないけど、なんかもちろん飲みたいから連絡できよ。あんまいないっすよ、女子で。そういうタイプ。わかんないけど。男子みたいっすね。わかんないけど。ちょ、僕も終電なんでそろそろ。すいません。先輩は。ちょっとまあナンパしがいこうかな。すごいな、この人。